おいーす、どうも皆様こんばんは。バーチャルインキャットのニビーロでございます。本日は日本全国巡る旅第40弾、岡山県ですね。岡山県を見ていきたいと思います。ロートさん、フィアケルさん、キサラギさん、こんばんは。岡山じゃ、どうやら桃太郎の産地じゃないや。出身地じゃないや。なんだっけ。桃太郎のゆかりの地？え？ 発祥の地？なんからしいですね。ジネコさん、こんばんは。そう、なんと40回目なんだって。あと7つでゴールしちゃうよ、この旅も。岡山。あれだね、最近この地区、この西のこの辺、だいぶルーレットの最後に余ったんだね。大阪やって、兵庫やって、なんだっけ？あれ？ここなんだったっけ？あれ？香川、あ、徳島だ。徳島やってね。忘れちゃってたね。忘れちゃってたね。忘れちゃってたけど、ジオリッサやる前は知ってもいなかったから、これは進化なんだよね。わ、美味しそう。マスカットが、ブドウか、これ。マスカットが取れるのかな？グルメでしょ、やっぱり。おー、果物王国なのか。美味しそうだな。これ、イチジクかな？サワラって刺身で食べれるの？食べたことない、サワラのお刺身。美味しいのかな？いや、こう見るからに美味しそう。もなかさん、こんばんは。松笠さん、こんばんは。サワラめっちゃ、サワラの刺身初めて見た。生で食べれるんだ。桃は？桃太郎どこ行ったんやろうね。桃は取れないのかな？でもきっと桃が取れるから桃太郎が出たんじゃないのか。美味しそう。すごい美味しそう。47回の都道府県クイズ満点間違いなし。やってやるよ。おさらい都道府県クイズやってやるよ。大立さん、はじめまして。ニビーロと申します。トゲトゲさん、こんばんは。いいなぁ。生のサワラ食べてみたいわ。サワラってよく給食で出て美味しかったんだよな。焼いたサワラしか食べたことないけど、給食のサワラ大好きだったわ。三角さん、こんばんは。牡蠣。うわぁ。うわぁ。牡蠣いいなぁ。なんか最近牡蠣のさ、ゆるキャラじゃないけど、牡蠣のゆるい感じの絵柄のイラスト、たまにグッズとか見かけるんだけど、あれめっちゃ可愛いよね。七瀬さん、おっす、こんばんは。サワラは刺身がメジャー。そんな幸せな地域があるの？食べてみたい。だって回転寿司にさ、サワラってないから、あんま食べる機会ないよね。これ何？チーズ？何これ？アップになっても何かわからん。チーズかな？あわわ、何かわかんなかった。開発グルメ、伝統グルメ、推しグルメ。何なんだろう、さっきの白いやつ。まあ、きっとチーズだろうな。もっと。スポッ。倉敷、みかん地区。満軌道、巻軌道。何これ。与謝野晶子夫婦が木に満ちた、ほらと読んだことから、巻道と呼ばれるようになりました。
え、鬼ヶ島ってこと？鬼の城だって。え、歴史書に一切記されていない城。ある日突然地下から湧いてきたんやろうな。倉敷。岡山県は倉敷が、あれ？結構、有名どころ？備前岡山京橋朝市。ビーナスロードっていろんなとこにあるのか。岡山後楽園。わ、牧場もある。なんかあったかいところなのかな。果物も取れるらしいし。多分あったかいんだろうな。空から城が、いや、地下からよ、地下から。あっとびさん、こんばんは。久しぶりでございますね。東京じゃない方の後楽園。後楽園も全国にいっぱいある。県庁が倉敷と間違えられるくらいには有名。県庁はどこなの？岡山市がある。岡山市ってあるのか？ありそう。岡山市。倉敷、玉野、笹岡、瀬戸内、瀬戸内海の瀬戸内。長崎かどっかにも瀬戸内あった。和気町、和気じゃないんだ。高橋、読めなーい。これで高橋って読むんだ。ほえー、新見。真庭？なんだこの山。真庭。マイワシみたいだね。津山。凪。美まさか。ああ、読めないわ。今日配信やってる最中に読めなくなりそう。今予習したけど。岡山市これね。でも倉敷隣だね。あ、そっか。この辺りしか白くないんだっけ？ Google の地図上で。こっちの方全部緑だった気がする。で、この辺の島は？ここまで。わあ、なんか絶妙だな。どこまでが徳島なのか。あれ？これ徳島だっけ？なんだっけ？え、徳島で合ってる？徳島じゃない気がしてきた。まあ、やりますか。岡山県のね。どんなもんか見ていきましょう。本日はこちらのマップをお借りしてやっていきたいと思います。あ、ちなみに大都会らしいんで楽しみですね。あ、香川か、対岸。大都会へレッツゴー。ああ、都会っぽい。え、地下じゃん。はあ。透明なおじいちゃんがいる。え、透明なおじいちゃんいる。幽霊だ。JR 岡山駅。めっちゃわかりやすい、これ。岡山。でも、ゲスが難しそうじゃない？透明人間、残像だ。じいじ。え、生きてる人かな？信託銀行の前。どの辺なんだろう、これ。うわぁ。どの辺なんだろう、これ。ちょっとここ上がってみる。上がれないんだよね。地下鉄市役所が、市役所？地下鉄。山陽新幹線。これ出れないね、上。上がれないね。ここで頑張るしかない。北に行くと、岡山駅、岡山一番街があるから、なんかこっちの方の入り口かな。ローソンじゃないし、あ、ここだ。信託銀行。ここかな。まあ、ここしかないか。でもそこ、道が、
なんか違う？なんか違うかもしれない。あ、やっぱり桃太郎なんだ。時計買いくんなら岡山空港。これ方言？岡山弁？時計買いくんなら。じいさん消えたよ、移動したら。もう分からんからここでいいか。でもさすがにそこが駅地下広場には見えないんだけど。観光センター、ここじゃないのかな。違うかもしれない。東口サポート、これかな。わかんないからいいや。ここにします。あひー、もうちょっとこっちだった。あ、この道がさっきこっちじゃないのかって言ってた場所か。なるほどね。わお、やべえ、これ北の方だろ絶対。ナイス、アーザスー。あー、北、あ、土石流か。いや、こないださ、珍しく昼間の時間に車バーって運転してたらさ、 Google ストリートビューの車とすれ違ったよ。いつか誰かがジオゲッサーするとき、キャット映ってるかもしれない。初めて見た、車。楽しみだな、誰かのジオゲッサーに出てくるの。あ、新見だ、新見。まあ、今日来ちゃった。新見、わー、山ん中だ。ああ、固定するから場所教えて。別に家から遠いところだから教えてもいいっちゃいいけどさ。新見市。何地区かがちょうど消えてるわ。セキュリティしっかりしてはりますな。岡山県鳥獣保護区。わあ、お地蔵さんだ。これ、大丈夫か？わあ、これ大丈夫かな。よくここ車行ったな。自転車とかでも行くんだっけ。あ、でも車映ってるわ。これこっち行くの間違いかな。だって北に上がれば上がるほどさ、山ん中だよね多分。北行っちゃダメだなこれ。すごい斜めってない？これ元からこうやって生やしたカーブミラーか？なんかあってこうなっちゃったのかなこれ。角度がえぐい。マイケル・ジャクソンみたいなのおる。マイケル・ジャクソンミラーだ。マン・イン・ザ・ミラーだこれ。小山ってなんかあったと思ったけど、ラーメンズにスルーされたところ。え、桃太郎さんじゃないの？お腰につけたきりたんぽじゃない？崩れたのかな。心霊スポットのシャドウってこんな感じ。映ってるかもしれんよ、さっきの透明なおじいさんみたいなやつ。あれもすでに心霊スポットだったのか。なんか田舎道なのに、なんでこんなごちゃっとしてるんだろう。雪が残ってるからか。地区外の鬼。わあ、車が伸びてる。ジジの故郷。ジジ、ここから久しぶりに旅に出たくて、JR 岡山駅の地下鉄まで行ったんや。やばい、これゲスできる気がしない。けどめっちゃいいとこだね、なんか。なんで後ろを向かされるんだ。え、自分家の前この景色なの？なんかおもろ。玄関出てすぐ清流がある。素敵やん。今人いたな。新見のどの辺かわかりませんかね。
こういうさ、瓦いっぱい積んであるの、田舎でよく見るけど、これって何なの？もう使ったやつなのかな？これから使うやつなのかな？なんかよく見るこういう景色。ここで焼いてんのかい？そんなことないよな。季節によって瓦張り替えるとかもないよね。あ、明智？明智市。明智。でも市ってこれ、支えるって字だ。明智ないかな。もう手がかりがあんまりないよ。とは高橋。新見が広いわ。新見が結構な広さをしている。明智。そんな都合よく見つからないよな。でもだいぶ人里に降りてきたぞ。どっかでこの川の名前がわかれば、ゲスができるんだが。もしかしたらかつて、桃がどんぶらこした川はこの川かもしれない。もう絶対出会えない青看板。分譲中。こないなとこ分譲してもろうても。買う人いるかな。そっか、分譲中か。わあ、岡本鉄工所。これヒントですね。ヒントっていうか、大まかな場所が分かった後の目印になりそう。あ、道がだいぶ舗装されてきたよ。お。何交通安全？公表分譲中。誰に公表なんだろう。需要あるのかな？都会に疲れた人たちが安らぎを求めて。え、何が植わってた今。白菜か。あ、もうすぐ鍋の季節だな。いや、秋っていろんなもの美味しいからさ。農協の共済。白菜と豚バラのやつやりたいわ。ミルフィーユにするやつ。第一村人か第二村人とか悩むな。さっきの透明なおじいちゃんはこの世のものだったかな。ワッサン、こんばんは。犬猿記事も親戚多そう。分譲する？犬と猿に好評か。ここの道、怖い家入るの。嘘でしょ？なんか一年に一回ぐらい転がり落ちそう。そう、秋だからさ、いや、栗とさつまいも大好きなんだよね。秋になると栗とさつまいもの食べ物がいっぱい出てくるじゃない。だからさ、困っちゃう。この世における陰キャットの体積が増える。まあ、みんなは幸せか。高尾、明智？高尾。急にヒント来ちゃう。高尾。高尾。高尾ってなんだよ。高尾市はないから、高尾駅とかないのかな。ここはマニワだな。うわぁ、高尾、明智。ここまで分かっているのに。うむむむむむむ。もう目で探すしかないのか、これは。もう1個目の駅の地下がサービス問題すぎて、えらいこっちゃいで。
ぬぬぬぬぬぬぬ。にいみ。大佐、スマートインターチェンジ。大佐、ここにインターチェンジが。にいみインター付近。にいみインターってなんだ。にいみインター見つかったら頼りにしよう。なんたら広場にいみ、あ、高尾だ。高尾の明智、高尾の中の明智、これか。今見てきたの高尾谷川。え、川ないなった。あ、大佐って読むの、大佐じゃなかった。あ、岡本鉄工所だ。だからこの辺のどっかか。この辺かな、この辺のどっかだろう。よし、一旦帰って、いや、まず川のこっち側だから、川のこっち側、ここじゃない？ここな気がする。ちょっと行ったところに分岐があればここだ。あ、これ分岐だ。あ、じゃあここですね。多分ここ。よいしょ。多分ね。どやさ。あいやー、セーフ。セーフ。なるほどね。これは山道だわ。あわわわわ。わあ、何このめっちゃベルトしてある。面白、この電柱。ここなんか、え、大阪みたい。ナイス、ありがとう。うわ、時空超えたか。こいつ防御力高いぞ。海抜 2.6 メートル。笹岡市、シャシャ岡。あ、海の方だ。さおかしい。2.6 メートルって、高め？低め？なんか、このカメラめっちゃ高い位置にないか？いつもより視点が高く感じる。え、家が低い、これ。体当たり対策？クマさんでも走ってくるのか？え、なんか視点高いな。農協掲示板。読めへんて。紙ボロボロや。どっちが海なんだろう。あー、うわ、すごい墓地が見える。川があります。笹岡市。やっぱりこのカメラいつもより高さがあるぞ。これなんだ？公民館だ。何公民館？笹岡市。白石か。画質でちょっと読めないけど。どっかにあるんだろうな、白石。ちっちゃい町。小人の住む町。この町自体が小さいのか。ストリートビューの車が大きいのではなく。あ、海だ。え、北側に海があるの？じゃあこの辺り？なんで北に海があるんだ？え、これ川か？いや、海だ。ん？この辺りか？上島、かっこいい。浅岡市。なんだこの地形。こっちは島で、陸で、あっちにもいっぱい陸が見えてる。ここって何市？高島公民館。ここは高島？この辺の島のどこかも。あ、白石ってこれじゃない？この辺だ。
白石公民館どこだ、海水浴場、あ、白石公民館あるわ。あ、こんな島だったのか。じゃあこの辺か。すごいちっちゃい島だ。港、ここは船でしか行き来できなさそうだな。小学校あと？じゃあここに住んでる小学生たちどこの学校行くんだろう。どっか別の島の学校行くのかな。なんか面白い景色。こっち行くと公民館だったから、公民館からウィーッと来てこの辺か。ここに防御力の高い、この家なくない？最近建ったのかな。おー、まあまあ、えらいまっすぐな道が来ましたよ。か、画用町かな、画用町。ナイス、テンキュー。これ市の中の町かな、画用町。かよ町、かひ町、どっち行こっかな。とりあえずあの辺りに何かごちゃっとしたものがあるので。あー、かよ、これ何、吉備中央町、育てよう豊かな心。なんだろうこれ、うちは持ってるわ。吉備、吉備ってなんかさっき上の方で見なかったっけ。あ、これだ、吉備中央あ、これ吉備って読むんですか。ありがとうございます。基本的に漢字読めないので教えてもらえると助かります。上竹荘公民館、キビキビキビ、植竹だって。あ、植竹だあ、植竹あるぞ、植竹。あ、キビ団子のキビですか。あらあら、そうなんだ、キビ団子のキビってこれなの。考えたこともなかった、どんな漢字書くのか。じゃあ桃太郎のおばあさんたちこの辺出身か。へー、おもろ本当に桃太郎なんだ。芝村、あれ学校か、これか。そこに見えてるのが学校、公民館のあたりですね。へー、きびだんごってそんな字書くんだ、知らなんだね。あれどこだ、これここか、ここか、こっちか。違うわ、いや合ってるな、この道がこれ。あー、何これ、あー消えたえ、ここで合ってるかな、あのちっちゃい家これか。からここより一歩前のこっちの方のこの家の前。うぃー、キビキビー、なんだこのドラム缶たち、 NDND。 なんだろう ND って。ナイス、テンキュー。きびだんごって美味しいのかな。きびだんごってどんな見た目してるんだろう。普通に白玉だんごみたいな感じなのかな。
何詩だ？なんとか写詩。これか？総合写詩か？え、なんて読むの、これ。総合写詩。五軒家。あ、広いな、総合写詩。絶対読み方違うんだろうな。そうっていう字、そんなにいろんな読み方ないよな。ほう、邪詞？ほう、邪詞。わあ。飛び出してきてる電柱が。危なーい。飛び出し禁止ですよ。ピピー。あ、引っ込んだ。そうじゃ、そうじゃ。山々してますね。家々は家々とし。特徴的な、わ、デカめの川があるぞ。どういうことこの看板。何が開いてるの？閉じるの日もあるの？開くっていう地名？これ。何を言われてるか全然わかんないよ、この看板。え？初めて見た、こんな。開くだけ書かれても困る。何があってなるよ。そりゃそうじゃ。大きな博士だ。川でか。総社市のでかい川なんて1個しかないね。これしかないね。多分この辺のどっかだな。だって1個しかないもん、太い川。裏側閉める？裏側閉めるかな。え、裏側も開くって書いてない？これ。見ちゃうよーん。裏も開いてそう。なんだろう、地名なのか？まず止まる。一歩下がって。右左。このぶっとい川のこっち側の、ぶっとい川のこっち側の、ここかな。いや、あまりに雰囲気ゲスすぎるか。ぶっとい川の、いや、ここかもしんね。お地蔵さんあったっけ？あれ、お地蔵さん？お地蔵さんじゃなさそう。開けると？いや、開いたら怖くない？でも。開いたらどうなっちゃうんだろう。あれ、でもここじゃないかな。アスナロ工房。スナロ工房。これアスナロ工房だと思う、みんな。ちょっとわかりませんね。いや、絶対違うわ。道の角度がちゃいますね。ちゃいますね。どこだ？あ、スタート地点戻ってきちゃった。ブイーン。なんかいいなぁ。こういう景色好きだなぁ。すごい。店とかないんだ。ここなんか名前ありそうだけどな。
わ、竹やぶかこれ。わあ、どんどん道が細くなるよ。めっちゃ川遊びできるやん。え、この中州みたいになってるやつこれじゃないのかな。この中州これでは？それかもっとこっち？佐藤、玉川。いや、こんな太い橋ないから。この辺なのでは？もう流し放題？あ、でも川で洗濯できそうな浅さじゃない？これは洗濯してたら桃が流れてきてもおかしくないわ。こっちの方あんまりヒントないな。あ、道作ったもしかして。最近できた？そんなことないか。ウィーン。あっちに桃ガーデン追いつけない。結構流れ激しそうだよね。なんかわかりやすくこっち下ってるもん。お山が、お山、いや、この渡してる道ないから、ここは違うよな。あの中州は違うのかな。スナロ候補。こっちという可能性？パノラマ展望台なんてこじゃれたものはなかった。反対側見てみるか。ちょっとな。竹やぶがすごい。すごい山って形の山してるわ、これ。ひっくり返したおちょこみたい。厳しい。勤労。ああ、これが読めたらな。姫森神社ランチューチュチュー。 SM さんこんばんは。岡山県ナウ。あ、なんか新しそうな道。わーい。え、なにこれ、道が分岐してるのか？片側車線ってことこれ？片側通行？どうなってるこれ？あそこに太い橋あるな。あれこれか？この道何？なんでこんなことしてあるんだ。でも道こうなってたらさ、地図上で2つに分かれて見えるよね。え、こっち走ってる車さ、こっち曲がりたいときどうすんの。ずっと曲がれないじゃん。ああ、なんでこんなちょっとした堤防にされてるんだ。岡山県。知ってらー。そうじゃし。そうじゃそうじゃ。そうじゃしなんだよなー。んー。安商 PTA。あ、答えだ。
肌って言うのこれ。肌の里。絶対ここじゃん、これ。あ、ここでしかないわ、これ。現在地ここだ。あ、カンニングじゃないもん。これは青看板並みの SR かもしれない。現在地ここで、でもやっぱりどこになるんだ？やっぱりここで合ってんのかな？だいぶ歩いたもんね。いや、こっちか。で、スタート地点がどこなのよって話なんですけど、だからこことここのこの辺の間ってことか。無理では。あ、でも姫なんとか神社こちらってやつ見たよね、さっき。だからそれよりはこっちだ。でこっちのカーブと違うからこの辺でしょ。ここなのかな。え、全然交差点とかじゃないわ、ここ。ビニールハウスの横。あのビニールハウスこれか。え、あのちっちゃい家これかな。この辺かな。目印少な。いや、ここにちっちゃい家ある。これがこれっぽいな。ちっちゃいハウス。え、この間のどこかだろう。わかるかい。わかるかい。でもここにもちっちゃいハウスあるな。これかもしんね。ちっちゃいハウスとちっちゃいハウスの間？むちゃ言うわ。あ。これが多分これだな。うわー。この辺か。あ、意外と近ーい。やっちゃー。満点の桃をいただきました。結構山も見て、海も見て、駅も見て、いい感じなのでは。いや、こっちの方が魔境かな。兵庫もなんかこの辺結構山だったよね。島も見れたしよかったな。ナイス、センキュー。ほなにか、え、こうやって見ると鳥取ちっちゃ。なんかむぎゅって押しつぶされてるね。香川も小さいけど。西の方の県ってみんなちっちゃいんだ。細かい、小さい市が、県が、ぎゅっと集まってると覚えられない。全部北海道ぐらいでかければ。で、ぬるっと2周目行くんですけど、なんで、いきなり七福神。これ、恵比寿。え？違うわ。こっちが恵比寿だ。琵琶法師じゃないわ。毘沙門天。大黒か、これ。七福神三つぐらいしかわからん。カサブランカ。
うーん、梅南だってよ。ドラッグストアザグザグ出た。ご当地ドラッグストア初めて聞いた。え、この手の看板今日初めて見るわ。ハス公園。え、今なんかなかった？え、気のせい？気のせいか。え、急に画質悪いんだけど。どうした？この日の画質。何があった？なんもわからん。え？ああ、戻った。久米南って読むんだ。茅野駅久米南。久米南じゃなかった。ユーザー投稿に切り替わっちゃう。やめてや。何をきっかけに変わっちゃうんだろう。画質もザグザグ。ザグザグドラッグストア。うわー、やめてー。三三久米南。やめてよ。わあ、やめて。今日初めて国道の表記見たわ。初めて国道の表記見たけど、53長そうじゃない？だって引きでこんなに見える。クリックじゃなくて矢印で移動してるとなりにくい。矢印ってキーボードの点キーじゃなくてこれか。これでってことか。そうしよう。でもエイムガバだから、ずれちゃうんだよね。53。不明な。ああ、久米南町だ。52、53。ザクザクある。ザクザクあります。もしかしていっぱいあるかな、ザクザク。え、すぐ横に線路なんてあるのか。ちょっと画質悪すぎて何もわからん。線路なんて走ってないように見えるけど、あるのかな。あれ、これ52だ。こっちから53？ん？どうなってる ?52、52、こっから53か。林の向こうに。この林の向こうに駅があるんだ。ラピュタがあるんだ。もっこ久米南。久米南道の駅どこ行った？久米支店なんじゃなくなっちゃった。皿川。カサブランカもないじゃないか。三崎町、もう町が違うわ、ここ。米南町役場。もっと下の方か。あ、ここも53か。あ、こっちかもしれない。電車ないから。あ、道の駅久米南あった。林の向こうじゃなかったわ。道の駅は大きく書いてあることもあれば、普通のお店と同じ表記なこともある。どう違うんだろう。周りに何もなさすぎると大きく書いてくれるのかな。この石屋の前。石強。でもこれがうどん屋。じゃあ意外とうどん屋の近くか。石強の店舗自体は多分あれだもん。この辺か。
コーヒー。イェイイェイ。うわ、海辺だ。これまた島じゃないか。島、いや、でも今度は、南に。うわぁ。うわぁ。なんとか港とか書いてありゃ。今、取って何か言えばいいかわからんくなったわ。なんたら港とか書いてあれば。とかチャタリングしました。ひなせ。コスタひなせ。これでひなせって読むのかな？穏やかなひなせ諸島を眺めながら。ひなせ諸島？ひなせ諸島？諸島って言ってるからこの辺？ないかも。島なのかな。いなせ。かきよこのひなせ。かきよこ。怒りに燃えるかき。何かしら島っぽくはある。おー、ペンジョンですか？キウイカフェ。なんか南国風だ。わー、でかい橋ある。島と島がでかい橋で結ばれてるぞ。これはヒントでは？こっちの方も。うん？ここも別か。あれ？ここも岡山だ。この辺も岡山か。牡蠣のお好み焼き。え？牡蠣横っていうの？え、いいなぁ。絶対美味しいじゃん、牡蠣のお好み焼きなんて。あ、美味しいもの食べたいな。あ、これか？待ってよ、北向いた時に、あー、村人。お、こういう向きだから、これの可能性あるな。この辺の、あー、どこまでが、あれがこっちに見えてるから。いや、こんなちっちゃな島じゃないぞこれ。わからん。一旦ひなせ忘れるか。美味しかったけどお店が混んでた。ご当地料理的なのじゃなくて、かきよこをやってる店があるって感じなのか。繁盛してるのはええことやね。お、あ、防犯カメラか。これは小学校ですか？何市だ？何市だ？頑張って読め。探そう。備前か？この辺か。備前？ここも岡山。備前の、この辺が日生諸島。あ、これじゃないか、さっき見えてたの。ってことはこっちの方か。あ、日生みっけ。めっけ。日生めっけ。あ、お好み焼きいっぱいある。
3店もあるよ。この辺で柿横食べられるのかな。いいなぁ。本当に柿横の日なせだ。あ、こっちか。これかもしらん。今どの辺にいるんだろう。それを当てるゲームなのでは。あ、あひごめんね、急に自分と会話し始めて。この施設なんだ。学校なのか。クジラ雲。会食屋。キウイズカフェあった？あ、ほんとだ。キウイズカフェある。ということは、この辺かな？この辺じゃろ。ここで二手に分かれ、こっちか。多分ここなぁ。多分ね。の、もうちょっと入ったとこ。おい。ふぅ。いいなぁ、柿横食べたいなぁ。ボッケーラーメン。ボッケーって方言ですか？初めて聞く。大阪直送キムチ食べ放題。ラーメンとキムチの食べ合わせってどうなの？美味しいのかな？ビール安っ。370円。めちゃめちゃ簡素な。え？コーヒーと CC レモンと水とカルピスしか売ってない、ここ。簡素な自販機あった。備前焼き。ナイス、センキュー。岡山弁でとてもすごく、すっごいラーメンってことか。すげえラーメンだぜ。あ、有名なのこれ。お隣のなんたら商店様の前に自転車、バイク、自転車、あ、自動車か。止めないようにしてください。よろしくお願いします。ボッケーラーメン店主。ボッケーやー。ちょっと都会っぽいな。岡山シティホテル。桑田町。岡山市かな。桑田町。ラララ。ラララ、駐車場。ラララ。ラララ。楽しそうな駐車場だね。ビルでかー。今日一でかい建物見たかもしれん。これが岡山のアベノハルカスですか。イオンだ。人々の営みを感じます。岡山シティホテル。これ絶対都会だな。南の方だぞ。ホテルいっぱいあるってことは、空港か駅が近くにあるでしょ？最高級は。イオンでかっ。え、立中すごっ。アッパホテルある。大都会です。どこまでコメントしていいの？風紀の読んだコメントをお願いいたします。これ駅か。いや、これ駅だ。駅の南だ。ほら、駅周辺、岡山市。はい、岡山駅。岡山の、
イオン。イオン、岡山の駅周辺のアパホテル。アパホテル、あ、ロータリー。え、ロータリーじゃない。え、この道めっちゃ気にならない？初めて見たかも、これ。なんだこれ。なんだこれ。これ地下ってこと？あ、めっちゃハート飛んでる。ありがとうございます。ここ気になるな。後で見に行こっかな。じいじ。そうだ、今日岡山駅の近く来るの2回目だ。イオンがあって、あ、でもどうやって歩いてきたか忘れちゃったな。路面電車。え、岡山って路面電車走ってるんだ。え、じゃあこれ路面電車なの？割とでかい交差点。へえ、じゃあ後で見に行こう。ちょ、モッケーラーメン探す、モッケーラーメン。あれ？モッケーだったっけ？あ、ボッケーか。ボッケーラーメン。ボッケーラーメン主張が控えめかも。あれ、こっちから来たよね。大きい道見てない、川は見てない、この宮城森、駅より南。ボッケーラーメン、いずこですか？ラーメン屋が多い。やっぱ駅前ってラーメン屋さん作りがち？ああ、実家帰ろう。買い替えて、タバコ、ボッケーラーメン。イオンの、まっすぐこう来て、こっちの道か？ん？目の前にイオンが見えてるから、こっちか？あった、ボッケラーメン。岡山ってラーメン激戦区？まあ、これ見た感じ、そんな感じするわ。激戦してる。よし。ふー。そして山に戻ってくるんだよね。最初の透けてたおじいちゃんはもしかしたらラーメンが食べたかったのかもしれない。これ下川と見せかけて道だ。ナイス、センキュー。え？すごい分岐。こっち行こうかな。まあ多分北の方でしょ。読めません。読めません。駅前はオフィスあるから昼間の人口が多いし、飲んだ後の締めにもいから需要が多い。よってラーメンが激戦してしまう。ラーメン屋さんってどうしてたくさんできるんだろう。なんか個人で初めて見る飯屋ってラーメン屋が多い気がするんだけど、あれは何なの？そういうラーメン屋コンサルで儲かってる人がいるのか、ラーメン屋ぐらいなら私にもできそうと思って始めるのか、ラーメンにこだわりを持って提供したいと思う人が多いのか。
食べるのも作るのも楽しい。作るの楽しくて増えちゃうのか。でもラーメンのさ、だしとか作ってるのめちゃめちゃ大変そうだからさ、うどん180。正直一杯1000円しないのめちゃめちゃ安いよね。あと、春樹、マッサージを。まあ、ラーメンに1000円払うの高いなと思うけど、1000円は安いなって思う。180意外と長いな。脱サラしてできそうだから軽く見られてんのかな。やっぱ自分にもできそうと思うからなのか、それとも仕入れるものが楽とかなのか。世の中には不思議がいっぱいですね。大黒 VTuber だけどラーメン屋やってみた。いや最近 YouTuber さんがラーメン業界に進出してるから、そういう人出てくるかもしれないよ。春半期そば、陣山、陣山、軽く見られてないとあんなできては潰れはしない気もする。いやそうなんだよね。なんか申し訳ないけど甘く見てたやろって思う。あーなんかまるで生まれては消えていく VTuber のようだ。ラーメン屋の開業まで平均閉業か25ヶ月。2年持ったらいい方なのか。一回自分で作ってみたら思ったより美味しくできちゃう。でも自分で作ったラーメンとか絶対美味しく感じると思うな。陣山ってどこだよ。180号、陣山。なんで自分で作ったものって美味しく感じるんだろう。こっち行っちゃダメか。これこっち行かない方が良さそう。暗いし。大学前のラーメン屋。ああ、学生寄りそう、ラーメン屋。あれ、そっち海か。ああ、差別化難しいはありそうだな。なかなかラーメンで個性出すの難しい。そう思うとラーメン屋とサメ映画って似てるかもしれない。あ、めっちゃ山だわ。材料費、そっか、店で出そうと思うとね。材料費とかまた変わってくるよね。こう主婦が毎日掃除してるのと、普段働きに出てる人がたまに掘ったお掃除をしてドヤ顔するのとは違うみたいな小麦から育てる畑を買ってこーい。でも畑1枚の小麦で麺ってどれぐらい打てるんだろうね。しかもラーメン屋さんってさ、いろんなところの小麦ブレンドしてるよね。サメラーメン作りましょう。サメラーメンを作るのです。サメで思い出したんだけどさ、メグザモンスターズ2めちゃめちゃおもろかったぞ。みんな
めっちゃ良かったわ。なんか最初の1時間ぐらいはちょっと退屈だったけどね、ラスト30分が楽しすぎた、あの映画。やっぱサメっていう化け物にジェイソン・ステイサムっていういい男をぶつけるのは大正解やね。そう、ステイサムのやつ。エグザモンスターズ1でね、なんか、ちっちゃい女の子が出てきてたんだけど、この子がちゃんと同じキャストで大人になって出てきてて、大人って言っても、作中だと14歳設定だったかな。戦場。おもろかったよ。みんな見てきてよ、メグザモンスターズ。うん。1はね、アマプラで100円で見られるから、戦場？浅見かな？浅場？ 100 円で見てから映画館行くと楽しいよ。気になってた？おすすめだよ。海底7000メートルを素潜りする。ジェイソン・ステイサムが見れるよ。あれ、なんで無事だったのか未だによくわかんないんだけど、まあ、ジェイソン・ステイサムだしなって。海底で深海に潜る用のスーツが壊れちゃったんだけど、なんか自分の体から空気を全部抜けば海底でも潰れないんだって言って、海底7000メートルを素潜りしてた。ちょっと鼻血が出て泳いだ後気絶するぐらいで済んでた。ということで、サメラーメンの店主はステイサムにやってもらうことにしよう。サメに勝つならそれくらい。そうなんだよね。それぐらいしてもらわんとサメには勝てん。潰れちゃいそうって思うでしょ？でも、魚は海底でも潰れないでしょ？と言ってさ。潰れるのは空気なのよって言って、体から空気をふーって全部抜いて、潜ってた。やばい、これどこかわかんない。これもう180号線じゃないよな、多分。そもそもあの看板が指してたのと違うし、一回帰るか。地名が全然出てこないなぁ。180の、そう、筋肉で生き残れる。わかりやすく有名人が主人公だと、多分この人は作中でフェードアウトすることないんやろうなっていう安心感持って見られるから、サメ映画に慣れてない人にもおすすめかもしれない。風船も空に浮くでしょ。ステイサムの肺なら耐えられる。ヘリウムガスを肺いっぱいに吸い込んで、空を飛べる。全然それっぽい地名ないんだけど。どこだこれ。今日で一番わからないわ。
声高くなる、まあ、口開けた瞬間プシュッと落ちていきそうだけど、確かにヘリウムガス、え、風船の中ってヘリウムガスじゃないか、ヘリウムガス声高くなるやつか。風船の中って何ガスが入ってるんだ。こっち暗いんだよな、絶対こっち獣道なんだよな、獣行く細道なんだよな。あー、風船もヘリウム？じゃあ甲高いステイサムってことで。風船用のヘリウムは吸ったら死ぬの？なんか成分が違うのか。人間が吸っても大丈夫なぐらいに薄まってんのかな。飛ぶために声ぐらい捧げるさ。ヘリウムガス買ってこよっかな、配信で遊ぼっかな。多分パーティーグッズ売ってる店とかに置いてあるよね。いつも低温なインキャットですけど、ヘリウムガス吸ったらロリボイス出るかもしれん。眠さと松原、眠さと松原猪木戦場、戦場はさっきから分かってるんだけどな、何詩なのかを教えてほしいわまず。何しやねんって話ですよね、まずね。ドンキ行けばあるか。ヘリウム自体に毒性はないけど、吸いすぎたら酸欠に。あー、ありそう。わ。酸欠で死にそう。ヘリウム中毒になって死ぬ。眠さと松原。ミナーナ、カイナ、イノキ、ボンバイエ。今のは条件反射です。松原町はあるんだ。このちっちゃい書き方だと、なんかちっちゃい地名な気がするなぁ。大佐だ。あ、大佐だ。あー。あー。これが手がかりか。天女。朝どころ。これ車すれ違えるのかしら。何しか教えて。
でも今日岡山のマップをいろいろやって思ったのは、細かいですが、あんまり難しくないところが多かったな。大まかな場所の方がわからん。めっちゃ山下ってるよ。林道なのかにゃ。軽トラずっと後つけてくる。よく考えたらさ、車の走るスピードで写真撮ってるのに、すごくない？こんなブレてない写真撮れるの。よく考えたらすごいかもしんねえ。どういう仕組みなんだろう。動画で撮って後からキャプチャしてんのかな？え、すごいな、これ。改めて、Google の技術力に。シャッタースピードが短い。あー。聞いたことある。暗いところではシャッターめっちゃ開けて写真撮ると綺麗になる。それの逆ってことね。カシャ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 って撮ってんのか。それであんなに、トンネルガビガビなのか。手ブレ補正技術。でもあらゆる技術を使ってそう。さすがの大都会。あ、そうだった。ここ大都会岡山だったわ。大都会だからゲス簡単だったんだな。だって駅前2回も出たしね。なんか別の村に着いたっぽいぞ、これ。隣村に来たんじゃないか、これ。高倉。宇治の家。中光。中光、高倉、宇治の家。何言ってるんだ？ 中光、高倉、宇治の家。え、看板取れちゃったじゃん。ねえ、ここでは看板あるのにさ、一歩進むと看板取れちゃってる。高梁市か？高梁市っぽくない？あ、宇治。高梁ですね。高倉もある。でもこれ橋っぽいぞ。あ、なんか眼鏡外した時みたいな字の見え方してる、これ。宇治ここでしょ？だからこっちの方に、なんだっけ、松屋？高倉。あれ、松屋だったっけ？メガネを外すんじゃない。でもね、先週初めてコンタクトレンズ作ってきたんだ。ついにコンタクトレンズデビューをしたぞ。メガネなくても、よく見えてすげえって思った。
コンタクトレンズ入れるのを練習してもらいます。めっちゃ時間かかる人もいるけど大丈夫、今日時間あるって言われたけど一発でスッて入った。だからコンタクトつけるのうまいんちゅだったかもしれん。入れるの怖くない、意外と大丈夫だった。なんか痛いのかなって思ったけど、ソフトコンタクトレンズだったから全然痛くなかったよ。あれこの辺な、ダムがいっぱいある、この辺な気がするんだけどな。うん、めっちゃ視界広かった。いやでも高いね、コンタクトレンズね。一月4000円か5000円ぐらいするから。えらいこっちゃやで。でもメガネ、メガネ、キャットは低気圧でメガネが重たくなるタイプだから、メガネないのがすごい快適。気圧低い日のメガネさ、普通の時のメガネの10倍ぐらいの重たさがある気がするもん。年間だとね、まあ毎日つけるわけじゃないけど、どれぐらいするんだろう。金欠になったらやめるわ、コンタクト。コンタクトレンズが眼球の裏側に入っちゃう事件をよく耳にしてて、そんな目の裏入ったら痛いからわかるやろって思ってたけどね、あの薄さわからんね。あれは確かに目の裏に行っちゃってもわからんわって、つけてみて初めてわかった。松原、猪木、伊予山、180よりこっち側ね。そう、体調悪い時はもうコンタクトよ。松原発見。この辺取ってきたのかな。四万神社、あ、宇治あったね。わあ、この辺だ。松原春樹。わあ、この辺りのどっか。飯部、高倉、あれ飯部ってあったっけ、宇治町。こんなとこなかった。いや、あったのかな。千女ってとこだったよね。いくら、ハウマッチ、変わったっけ。ゴロゴロするのかな、目の裏行っちゃったら。まあちょっと想像するとゾッとするから、なるべくもう家帰ってきたらすぐ外すようにしてる。ああ、絶対この辺。
でもまだね、職場の人にコンタクトにしたことバレてないんだよ。同じ日にメガネを新しくしたことも家族にバレてない。へへ。結構歩いちゃったからな。洗浄。高倉。多分この道をぶわーってきたんだけど。あー、本当に今日はわからんねー。猪木戦場、松原、メガネの経緯、コンタクト出立てメガネ。キャットメガネ似合わないんだよね。みんなに言われるメガネ似合わないって。松原180で北行くと千住があるはずなんだけど。千住千住。線じゃないよ。まあ自分でもメガネ似合わんなって思うから。いっそのことメガネを変えるタイミングでコンタクトも作ってみたのさ。くそー、大都会の試練だよー。マジでないわ。一回180出ようかな。高梁市松原町、春木、松原町、高梁市松原町、松原町ないな、でも。もう世界変わる。本当は大学デビューとかでやるんだろうな、コンタクトにするとか。なんで衝動的にやっちゃったのかわかんないけど。この看板の180あちらってこの道でいいの？行けないわ。行かせてもらえなかった、国道方面。嘘だろ、このグーグルカーどこから入ってきたんだ。わ、なんか降ろされたな。いいん、これ無理だよー。円満寺。松原町はどこなの？松山。うぃー。
狭い範囲の集落名っぽい。まあ、書いてないもんな。ギリこの辺のなんだっけ、松原なんちゃらとかは見つけたけど、宇治とかも書いてあったな。ポールあったし剣道っぽい。林道とかではなさそう。もう一回帰ろ。もう一回こっちへ行こう。あのちょっと低い位置に青字で白い文字で書いてあるやつは基本的に集落の名前とかなのかな。こっちじゃなかったわ。こっちだった。あー、都会つれー。もうこれ絶対すれ違えないよ。あ、でもこの道初めて来るか。さっき下の道通ったから。あー、ははーん。獣道。言うて舗装されてるから獣道でもないか。あ、太い道来ちゃう。陣山。陣山ってさっきも見たよね。これが太い道ですか？いや、どっち行こう。南下ってった方が人里に降りられる可能性はある。多分北に行くほど山だから。周囲。ああ、ノルマ達成。あ、でもここ一回来たか。一回来たな。大黒。使っちゃう？いいってことよ。任しときくしゃみなら。君たちが助かるために、花の粘膜の一つや二つ、血染めにしたって惜しくないぜ。深みと、美北バス。そうか。いや、陣山とか、ちっちゃい名前なんだろうな。でも絶対ゲスした後で、うわー、あったわーってなるんだろうな。夜中にさ、ふっと目が覚めてさ、あって思うと鼻血が出てくることがよくあるんだけどさ、あれって鼻血が出る前兆を予感して眠りから覚めてるのか、急に夜中に目が覚めたから鼻血が出てるのか、どっちが先なんだろう。あ、来ちゃう。剣道302来ちゃう。剣道302。え？ 302？ ないけど。あ、これか。やっぱこの辺なの？ 302。松原だもんね。302。
住吉、松原、ここは松原って書いてあったな。あれ301になってる。うなじが出てうわってなって起きてる。どっちなんだろうな。やっぱ予感で起きてるのかな。なんか夜中に目が覚めたぐらいで鼻血出ないよね。いやこれどこ、シテロさんこんばんは。岡山の試練を受けてます今。県道300にぶどう園なんて見てないけど、そういえばぶどうの産地、陣山発見。これか、陣山。この辺だ、陣山そば畑。え、じゃあ何、戦場は地図には載ってないのか。鼻血が起こしてくれてる。血が出そうな予感を寝てる間に体が感じ取って目覚めてんのかな。でも私地震でも起きるんだよね。なんか夜中にパッと目が覚めた後地震来ること多い。県道がどれか分かったけど全然どこか分からないわ。いやーこの辺のどっかかこのユニークな看板って何なのこれこれ何、よっぽど何もなかったんかな。311の時は爆睡してた。お昼寝じゃん。私は寝取りをしてました。一緒にパーティー組んでた人が、うわ地震だってチャットしてしばらく帰ってこなくてドキドキしてた。いや302意外と長いか、意外と長いか。でも陣山、まあ、太い道出て富士鉄砲町線。へえ。でもこうこっちに行って302に出たから、あーこの辺りなんですけど、この辺りなんですけどね。いやこの二股の感じで当てるか。これ二股道として、いやこれ道と思われてないかも。そういうとこいっぱいあるこの辺。ダメだこりゃ。小学校なかった。春木。ユニークな看板ググったけどちょっと怖い。後で見てみよう。後で見るものいっぱいある今日。何を後で見るって言ったかも忘れちゃったよ。あーもうわからん。キャットは岡山県に敗北します。許して桃太郎。意外と近くて笑った意外と近くて笑った。ということで1キロ圏内はセーフということでね。また似たような田舎ですか。中高分
やいなかしんどいよちょっと頑張った。なんか30分以上歩いてたよね。40分ぐらい探してた気がする。言い過ぎか。30分は迷子してたね。結構新築だ。品地区だ。サメラーメンのトッピングってこと？皮がありますね、これ。いや、ダメだ。北に上がってっちゃダメだ。岡山県では山を登ってはいけない。分身してる。帰れなくなるぞ。飲み込まれる岡山に。この道のカーブの感じ、目印になりますね。看板立てるのはお金かかりかもしれないけどさ、このガードレールのところにペッてシール貼るぐらいならそんなにコストかからなさそうだから、もっといっぱい県道のシール貼ってほしいな。この辺は中郷というらしい。また北の方なんでしょう。木型。でもさっきと山の感じがだいぶ違うな。北の方だけど西の方じゃないとこかな。え、今青看板なかった？え、青看板ある。岡山県にも青看板が。遠藤さん、笠岡、めっちゃ西の方じゃん。遠藤さん、これか。青か、国道2号。すごい、これお隣何県？広島の隣なのか。カブトガニの笠岡。カブトガニ？こんなとこにいるんだ。笠岡。この辺の海岸にいるのかな。笠岡のモンサンミッシェル。へぇ。へぇ。笠岡市立カブトガニ博物館。すごい。カブトガニの血は青いらしいよ。経済圏的には広島県福山市、カブトガニの取れる海が。まあ広島は割とコンテンツ力あるから、カブトガニぐらい譲ってあげようよ。リクシル。なんだっけ？あ、ここも広島か。ゴー、カブト西町？それは本当か？カブト中央町。カブトバイオファーム発電所。カブトガニで発電してるの？なんかマッドサイエンティストっぽい。わ、この県道3号線ちょっと広島入ってるじゃん。これさ、ナビで走ってるとさ、ウィーン、広島県に入りました、ウィーン、岡山県に入りました、ウィーン、広島県に入りましたって言われるやつじゃん。
サブリミナル広島県、広島県と岡山県が交互にスライドしてくる。ゴーキタ中よ。あれゴーキタだったっけ。かまうっていう字が入ってた。ういー、ベンちゃんと看板見よ。まっすぐ行くと313と2号線がある。313、これか。2号線は313よりこっち側にある3号線。そんなものないけどな。あ、こっちの方でぶつかるかもしれないのか。そこに信号あるっぽいから見に行こう。七市の信号312。あれ、井ノ原市大上町。井ノ原市、笠岡じゃない、井ノ原市だ。もうちょっと上だった。3と102が分岐する場所。この辺かしら。3と102に分岐する場所なんてあるか。でもこの辺だな。あ、茨なんだ。茨市大江町。茨こっちに行くと313だから、102号線が313より東にある場所。313、そういう場所しかねえや。で、3号線と突っかかってる。ここだな。そこに公民館がある。あれ公民館だ。だからここ、あ、これ見たな。これ見た。この辺か。よし、帰ろ。帰ろ、帰ろ、家へ帰ろ。さっきどっちに進んだっけ？南に行かなきゃって言って南行ったな。この形で当ててやる。ここだ。ここだろ、これ。絶対ここだわ。ここからこう来て。ん？この目の前の道、これかな。ほな、この V 字が、これか。じゃ、ここです。ふー。やったぜ。あ、クラシックマップを100回プレイ。今のが記念すべき100ゲス目ってこと？ 100 ゲスで5回だから500ゲスか。なんかすごい広く分布してる。パチパチ、あざすー。ふー。いや、おもろいな。最近お気に入りのあれやるか。はい。最近お気に入りのね。お、上支店。上支店岡山を。岡山ドーム。聞いたことあります。あー、電車でよく運ばれてるコンテナがいっぱい。ここで降ろすのか。こっから乗せるのかな。これよくね、線路バーって走ってるよね、連結されて。あー、岡山市。
やっぱ岡山市だけ白いな。こうしてみても。岡山。社務所、野球場。太い川だね。これ何？公園か。あ、動物園ある。三山城跡。平らな土地があるところがそこしかない。山ってことね。確かにな。今日山の中の川がどう見てもちゃんと傾斜になって、どっちが下流かすごい分かりやすかったもんな。この辺も埋め立てて作った平らな場所なのかもしれない。わあ、この辺り出たらちょっと地獄だったかも。意外と西の方ばっか出たな。岡山市の部分も結構干拓？干拓って海を干上がらせて土地を作るのか。笹岡、この辺にカブトガニ博物館があった。あ、これカブトガニの形にしてるんじゃない、この博物館。これが頭でこれが尻尾。わあ、意識してるやん、カブトガニのこと。え、カブトガニと恐竜の展示だって。カブトガニって恐竜扱いなのか。まあ、せっかくなら一緒に展示したろって感じかな。小島湾。なんか土地って結構無理やり作れるんだな。いや、そりゃすごいお金はかかってるだろうけど。わー、すごい。メガソーラー。だいぶ、この土地ソーラーパネルにするのもったいなくないのかな。ソーラーパネルにした方が有意義な使い方なの、この土地は。まあ、ほぼ広島と。ふむ。オランダ、オランダってどこにあるんだ。オランダ、最近なんとやっと世界地図にも興味を持ち始めたんだよね。先月ぐらいまでさ、イギリスが島って知らなかったんだよ。オランダ、あ、イギリスの近くだ。そう思うとさ、海沿いの国とか知ってさ、埋め立てりゃ土地作れるからいいよね。中の方の領土って外に開拓しなきゃいけないから大変だ。陣取りが追う。どん引かないでよ。ちょっとたまたま人生において興味がなかっただけだよ。さ、次の行き先決めるか。新幹線こんな山ん中走ってんの。あ、びっくりした。さすがにトンネルだよね。山の上かと思ってびっくりした。はい、次の行き先決めまーす。見て、今日を境にレインボーでいることもできないんだよ、この子たち。6個になっちゃうからね。ブイーン。どこっかな。奈良です。まあ、奈良といえば、
鹿。え？鹿？ここまで奈良県？奈良県って意外と縦に長いんだ。奈良は海がないから、今朝のヒントが少ないっていうか山ばっかじゃん。ここだけだ、都市があるの。え、ここだけだ、都市がない。あ、いやー、鹿、大仏。アスカ文化アタック。なんか史跡とか出てきたら楽しいな。同じ会話ならということで、今日はちょっと時間も遅くなっちゃったのでね、この辺で終わろうと思います。では本日は岡山県観光配信お付き合いくださりありがとうございました。次の配信でお会いいたしましょう。おやすみなさい。またねー。